こんにちは、チアコです。本日はですね、海外で働くプロバレエダンサーのルーティンオフランス編でございます。2週間前ですね、一緒にオンラインレッスンをしてくれる新しい先生キョンちゃんをご紹介させていただきましたが、今回もオンラインバレエ教室新しい先生のご紹介となります。それでは南リオちゃんです。リオちゃん、こんにちは。こんにちは。今リオちゃんが現在所属しているバレエ団の名前をフランス語で聞かせてもらえないでしょうか。はい、フランスにあるバレエ・ド・ロケ・ハナシナル・ジュ・フランスというところで働いています。ありがとうございます。どれだけ頑張っていようと思っても、私はリオちゃんのように発音できなかったので、リオちゃんにお願いいたしました。でフランスのストラスブルグにいるんだよね、リオちゃんは。劇場自体がストラスブルグなんですけど、うん、そのカンパニーのスタジオがミュールズっていうちょっと離れたところにあって、なんか劇場自体が3つ劇場を持ってて、ストラスブルグ、コルマ、ミュールズっていう3都市になんか劇場を持ってるんで、毎回その3都市回ってなんか購入するって感じです。リオちゃんはフランスにもう15歳からずっと今まで、ね、今年で8年目になります。じゃあもうフランスもベテランさんということで。いや全然ちょっとフランスの生活とか、あとはリオちゃんは首席でバレエ学校を卒業されているということなので、ちょっとそのあたりのお話もチアコレッスンチャンネルの方でまたインタビューで聞かせていただきたいと思っておりますので、リオちゃん今日はちょっと盛りだくさんになりますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではフランスのバレエ・ド・ロペ・ハナシナル・ジュさんで働くリオちゃんの一日のルーティン、行ってみよう。リオちゃん、これは朝何時起きぐらい？朝はいつも7時に起きています。あ、7時に起きてる。これレモン茶湯。はい、レモン茶湯です。みんなやっぱり茶湯は飲むよね。はい、毎朝。リオちゃんは毎朝ご飯を食べてんの、いつも。はい、もうご飯派です。はい、この炊飯器の音が私も一緒や。同時だし。同時だし。もう毎朝絶対にお米を食べる？いや、絶対ってわけではないんですけど、基本的にお米食べるようにしてます。これはフランスのテレビを見ながら？そうですね、なんかニュースとか見たり、あとはなんか日本語のなんかニュースも見たり、いろいろ。あ、そんなんもフランスで流れてる？いや、YouTube で見てます。あ、YouTube で。あ、なるほどなるほど。リオちゃんの朝ごはんは？普通に白米とお味噌汁と、あと目玉焼き、うん、この右上のやつは何？はなんかお味噌汁とか作る時のだしパックを自分で振り、うん、なんかふりかけみたいなのを作って、かけながら食べてます。カツカツかなのね。ふりかけやったんや。ごま塩ってフランスに売ってるんや。はい、売ってます。毎朝しっかりこんな感じで食べて。そうですね。家を出発するのは大体何時ぐらい？毎朝なんか8時50分とかに出てます。じゃあ早めに起きてゆっくり用意してっていう感じで。そうなんです。朝はなんかもうゆっくり時間使いたいタイプなんで。ねじねじ。めっちゃねじねじしてる。でもリオちゃん、この横のところがハゲてない？すごい。ハゲてます。ハゲてます。ハゲてます。全然大丈夫。でもなんかもともと毛量がすごいんで、ちょっとカバーされてるんですけど、よくアップで見たら上げてます。アップで見たら上げてる。わあ、なんか全然また街並みが違ってすごい。すごい綺麗。そうですね、ドイツとの国境なんで、割とドイツのなんか街の雰囲気だったり似てる感じがします。今のはメインスクエアみたいな感じのところ？そうですね、はい。リオちゃんは自転車で毎日通勤？はい、自転車で。すごい。毎日往復？毎日、はい。うわ、大変だ。一回車に控えそうになった。危ない。
か雪の日とかはどうしてるの？あ、それの日はもう普通に歩いて行ってます。あ、歩いて歩ける距離でもある？はい、全然歩けます。で、ここは一応バレエ団が左側にあって、右側が劇場なんですけど、うん、もうこの劇場はすごいちっちゃいんで、うん、全然踊ることなくて。じゃあここでもほぼリハーサル、レッスンリハーサルっていう感じで。はい、迷路が始まります。うん、そうです上登って下登って。そうなんです、絶対酔うわと思ってこれ自転車でモリモリ漕いだ後にまた階段をいっぱい登って階段、はい、ウォーミングアップですりおちゃんはだいたい何時ぐらいに劇場に着くようにしてる？とレッスンが10時からなんですけど、だいたい1時間前には行ってます。なんで9時ぐらいかな、この時は。はい、ここが1つ目のスタジオで。はい、一番大きいスタジオになります。すごい窓がこう全部こう縦にあって開放感があふれる、はい、なんかすごい床にいろいろテープみたいなのが貼ってあって。そうですね、なんか一つの公演が結構なんか床をすごい使う演目で、うん、なんかそれの練習でテープだらけ。挨拶がボンジュールってすごい、あんまり違うんだけど、すごい新鮮で、ここはなんか休憩場所みたいな感じで、はい、なんかダンサーがお昼食べたり休んだりって感じ。あ、なんか冷蔵庫とかキッチンもある？はい、冷蔵庫、はい、あります。これって更衣室に行くまでのルート？はい、すごい。あ、でもなんかもっと近道もあるんですけど、今回はバレエ団、はい、バレエ団ツアーをしてくれてる。バレエ団ツアーをしてます。そうですね、あともう一つ撮影してないんですけど、また地下にもスタジオがあって。そうなん、じゃあ合計で3つぐらい、はい、合計で3つあります。りおちゃんの個室。はい、めっちゃ汚いです。え、そう、いや、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗何人部屋ぐらい？一つに5人、5人か6人でシェアしてます。すごい、今ジムすごい広かった結構広いです。結構広い、すごい、レッスン前からしっかり走ってすごい。なんか人この時いや、この時結構寒かったんで、なんか体をウォーミングアップしないともうなんか無理やと思って走って。1時間前に来て、これ何分ぐらい 走ってた？いや、走るのはもうなんか5分から8分ぐらい、軽くウォーミングアップ程度に。シンとしてるからまだ誰も来てない。そうですね、いつも一番乗り一番乗りこれも毎朝やってる筋トレルーティンって感じ？はい、なんかウォームアップルーティンみたいな感じですかね。この方とはフランス語で。はい、この子は、ベネズエラ出身なんですけど、うん、なんかもうこの子もフランス長いんで割とフランス語でしゃべってます。リオちゃんのこういう筋トレっていうのはこう何を見てこういう風にやろうっていう風に決めてんの？なんか自分で調べたりするのもあるし、なんかインスタグラムとかいろんな人見て、あ、これ良さそうだなと思ったら真似して、で実際よかったら使ってみるっていうのもあるし、おばがもともと整体師で、でちっちゃい時からなんか割といろんな質問とかして教えてもらったのもあるし、あとはなんかいろんなトレーニング受けて教えていただいたのもあります。筋トレはトータルでレッスン前何分ぐらいは？筋トレ自体はでも20分ぐらいかな、そんなになんかガッツリはしないです。もう本当に体が温まる程度プラスなんかスイッチ入れるみたいな感じで。伸ばすストレッチっていうよりはどちら、伸ばすストレッチ、ストレッチをするっていうよりはこう体をちょっと筋肉を動かすような、アクティブストレッチみたいな。はい、これはなんかトレーニングっていうよりなんか関節の動きちょっと確認みたいな感じ。なんか去年ちょうど怪我したんで、足首周りをちょっとお手入れって感じ。ダンサーは全員で何人ぐらいいる？全員で35人、プラス研修生がいます。なんかすごく若い方たちが多そうな。はい、そう、ちょうどなんか2人後ろにいるのは子たちが研修生です。すごい、こう毎日トレーニングしてるからこのいやいやつま先がやっぱりフランスってもう8年
いて、そのフランスのバレエってやっぱり全然違うなとかって感じる？やっぱ感じます。なんていうか、なんかクオリティをすごい言われます。回って足上げてとかよりもまた別の質みたいな。はい。レッスンは朝の10時から。はい、はい、朝の10時から11時半まで。1時間半もあるんや。だいたい1時間15分とかのバレエ団が多いかなと思うんですけど、はい、公演前とかは1時間15分なんですけど、普段は1時間半です。りおちゃん、これ私すごいポワントパッドが気になったんやけど、これはわたわたを毎回切ってちぎって？そうです、なんかコットンをなんかすごいぐるぐる巻きになってるのが売ってて、それをちぎってつけてます。毎回使い捨てっていう感じ？はい。これでもその日によって分厚さとか決めれるっていう？そうです、はい。痛いところをなんかちょっと分厚くできるし、結構変えれるんで。なんか日本にいるときずっと普通のトーパッドを使ってたんですけど、そのフランスのバレエ学校入ったときに、なんか先生になんか何それみたいな感じで言われて、そのフランスではこれが普通みたいな感じ？はい、割と普通です。すごい。やっぱりバレエ団の中はフランス人が多い？いや、意外とそうでもなくて、フランス人は5人ぐらいしかいないと思う。あ、そうなんや。全然いない？全然いないです。じゃあレッスンとかリハーサルは全部、基本的には英語？はい、基本的には英語です。でももちろんディレクターとかフランス人だし、バレエマスターもフランス人なんで。フランス語わかるダンサーも多い？はい、なんか元々やっぱバレエってフランス語なんで、なんかレッスンとかで困るっていうこともないし、みんなフランス語喋ってます割と。あ、そうなんや。あ、レッスンが終わったお昼ご飯？いや、レッスン終わったら普通リハーサルがあって、ご飯食べてまたリハーサルって感じです。リオちゃんはこれは、このお昼ご飯はスープ？はスープです。なんかかぼちゃ、と人参とレンズ豆のスープです。なんかあんまり食べ過ぎたら動けないし、でも食べなかったらなんか逆に疲れちゃうし、って感じで。お昼はこんな感じで軽く済ませて？はい、はい、軽く食べてます。はい。その一緒に食べてる女の子は何を食べてたのかな？なんかサラダ食べてました。じゃあみんな割と軽めっていう感じ？はい。このリハーサルはどんな作品？これはそのカンパニーのディレクターのなんか作った作品なんですけど、ちょうどなんか3月に舞台があって、それまであまりリハーサル時間する時間がないからっていうことで、こんな10月に。ああ、なるほど。新しいメンバーも加わって、なんか入れ替わりがあったんで、振り写しとかにしながらって感じで。これはストーリーとかそういうのはある作品？あ、はい、なんかそのドイツだったかな、のなんか一回映画になったなんか Wings of Desire っていう映画のを元に作ったバレエなんですけど、なんか天使と人間に関する作品で。リハーサル終わりは整体マッサージしてもらう？はい、はい、この日たまたまなんか週に3回ぐらいこういう整体師の方が来て、なんかみんな交代でマッサージを受けれるんですけど、この日たまたまマッサージしてもらいました。大体いつもリハーサル終わるのって何時ぐらい？大体は6時に終わります。6時に。はい。じゃあお家帰って今から晩ご飯っていう？はい。いつも晩ご飯は帰ってきてから作ってる？はい、割となんか作り置きとかもしたことあるんですけど、なんか作り置きしたら、なんかその日のうちになんか全部食べてしまうみたいな感じで、全然作り置きの意味ないみたいな感じで、なんでなんか割とその日のうちに作ってます。何か食事で気をつけてることとかはある？なんかそんなになんかこれは食べないとかそういうのは全然ないんですけど、割となんかまんべんなくいろんなものを食べるようにしてるのと、なんかやっぱり添加物とかそういうのは取らないようにしてます。間食とかはあんまりしない？わー、そんなにしないです。なんかレッスン終わった後にバナナ1本とか、それぐらいですかね。でもなんかリハーサル後はもう結構お腹がペコペコなんで、帰ってすぐ料理して食べるって感じ。
この時の晩ご飯の献立は？この日はご飯と卵とあれキクラゲのスープ。なんかトマトも入ってない？そう。あ、トマト入ってます。すごい。トマト入れたら美味しいんや。はい。なんかチキンコンソメみたいな感じのスープ。美味しそう。具が？ピーマンと牛肉の炒め物と。あとブロッコリーのごま和えです。美味しそう。わーですね。なんかめっちゃ定食みたいな。めっちゃ美味しそう。でもやっぱ基本的にやっぱ和食になっちゃいます、うん、なんか。でもちっちゃい時から結構ご飯派だったんで、うんうん、もうずっとフランスに来ても炊飯器大活躍。炊飯器大活躍やってご飯食べ終わった後、もうお風呂に入って、はい、何時ぐらいにリオちゃんは就寝？大体11時ぐらいにもう寝てます、うん。で、毎朝7時に起きてっていう感じ。はい、はい。で、リオちゃんが公演がある日のちょっとメイクとかも映してくれたんですけど、はい、これはすごいめちゃくちゃ大きい劇場。これはその今住んでるミュールズっていう町の劇場なんですけど、すごい、すごいメイクすごいメイクなんかもう終わった後顔結構固かった感じこれはどういう作品のでこういう風のメイクになってるの？とこの時の公演はそのオペラと合同の作品だったんですけど、すごいあの頭が一休さんみたいにカツラすごい。りゅうちゃんはどれぐらいの公演頻度で公演をやってる？公演頻度はなんか結構1ヶ月間なんか作品の練習して、うんうん、その後なんか2週間とかバーって公演があって、なんかその後また1ヶ月間なんか練習してリハーサルして、またなんか 2,3 週間バーって公演があってっていう感じが。じゃあもうなんかランダムで公演とかそういう感じじゃなくて、リハしてる公演をやってみたいな。その公演してた、はい。でこれが最後。すごいね本当に。編集した後、はい。やっぱりはい、それではリオちゃん1日のルーティンありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に筋トレもそうやし、レッスン前のルーティンとか体を作るためにいろんなルーティンがあって、すごく勉強になりました。このルーティンでもあった、まあ、例えばトレーニングとかそういったことも含めて、これからですねリオちゃんにオンラインレッスンをしていただきます、はい、リオちゃんトレーニングのクラスと含めて他にはどんなレッスンを予定しているかな？そのトレーニングの他にもそのなんかストレッチとかいろんな体作りのレッスンもしたいなと思ってるし、あとポアントのレッスンとか、あとそのフランスのメソッドを入れたなんか初心者の方でもどなたでも参加していただけるフランス式メソッドのバレエレッスンをしたいと思ってます。いや、なんかいろんな方にも楽しんで受けていただけるようなレッスンしたいと思ってるんで頑張りますレッスン開始日はですね、はい、概要欄とあとはこの辺のテロップにも載せているかなと思いますので、オンラインバレエ教室のウェブサイトぜひぜひチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ルーティンを撮影してくれたリオちゃんにぜひぜひグッドボタンよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Lucky, lucky, lucky me.